はい、えー。皆様、はじめまして。株式会社プライムビジネスコンサルタンシー代表の河村千明です。私は1996年よりシンガポールに在住し、2002年に永住権取得、2009年に起業して、えー、現在に至ります、えー。この26年間、シンガポールそしてお隣のマレーシアの両国で、えー、市場調査、進出支援のお手伝いをしてまいりました。 えー、この度は、えー、10年来のご縁をいただいております、ブレインワークス、近藤社長のご協力をいただきまして、えー、2つのテーマでお話をさせていただくことになりました。えー、皆様、マレーシアと聞くと、首都クワラルンプール、もしくはペナン、マラッカという観光都市を思い浮かべるのではないでしょうか。えー、そして、イスラム教国であり、事業進出、移住についても、宗教に関連する様々な異なる文化があるというイメージで捉えられております。 もちろんそれは一つの事実ですが、実はマレーシアというのはもともと多民族国家であり、州によってもかなり状況は異なるという事実があります、はい。この度ご紹介するサラワク州は、ボルネオ島、つまりカリマンタンの西南に位置するマレーシア最大面積の州であり、クアラルンプール、シンガポールからもそれぞれ飛行機で1時間半の距離にあります。 イスラム教徒はむしろ少数派で、先住民族のイバン族と、中華系の住民が過半数を占めるユニークな民族構成を持っています。マレー連邦加盟時の協議に基づき、マレーシアの他州より幅広い立法権限が認められ、現在も高度な自治権を有する独特な地位にある州です。地震やサイクロンなどの自然災害もありません。 元々資源国であるマレーシアは、日本よりエネルギー価格がかなり安いのですが、そのマレーシアにおいてもサラワク州はアセアンのバッテリーと称されるほどの豊富なクリーンエネルギーで知られ、産業用電力はクアラルンプールのある西マレーシアの約半額程度です。整備された港湾施設と産業道路があり、マレーシア各都市、周辺国への直行便も多数出ています。国立大学4校、私立大学2校があり、インターナショナルスクールもあります。 ビジネス言語は英語であり、外国文化に寛容で自由なコスモポリタン気質を持っています。2022年1月、インドネシア国会で可決した首都移転法案にある移転先は、このサラワク州のあるカリマンタン、すなわちボルネオ島であることから、すでに中国、韓国からの投資はもちろんのこと、世界中から新たな事業進出先として注目を集めています。私はこのサラワク州、 国際貿易産業投資副大臣のマルコム・ムッセン氏を2022年8月に訪問した際に今後日本からの事業進出について直接ご協力をいただくお約束を頂戴いたしました今回のウェビナーでは事業進出先としてのサラワク州の魅力を現地からの生情報をもとに詳しくご案内をさせていただきたいと思います もう一つのテーマは、マレーシアでのロングステイ、またはリタイアメントビザに関するご案内です。過去10年以上、日本人の海外リタイア先として人気ナンバーワンであったマレーシアですが、2021年に申請の条件が約3倍ほど厳しくなり、現在はマレーシア国外での年金などの月収が120万円相当ないとビザが下りなくなってしまいました。 ところがさっきも申しました通り、サラワク州では高度な自治権を持っていることから、サラワク州独自のリタイアメントビザを出しており、こちらはマレーシア国外での年金などの月収が7000リンギット、現在の為替で約20万円程度があれば申請ができます。サラワク州発行のビザであるにもかかわらず、居住地はサラワク州内に限定されず、クアラルンプールや え、橋を一つ渡ればシンガポールというジョホールなど、マレーシア国内、どこでも居住することが可能です。私自身来年からは、家賃が約3分の1程度になるジョホールのニュータウン、イスカンダル地区に居住することを計画しております。またこうした背景をもとに、サラワク州では外国人を対象としたリタイアメントリゾートの開発が進行中です。私は8月に貿易産業投資、副大臣のムセン氏を訪問した際、 副大臣から直接現地の大手ディベロッパーをご紹介いただき、開発地の視察もさせていただきました。またこのディベロッパーの関連会社がリタイアメントビザの政府公認エージェントであることから、こうしたすべてを当社窓口にて受けたまわり、日本語できめ細かくサポートする体制を構築しております。リタイアメントビザを取得すれば、5年間通してマレーシアのどこの都市にも居住できますが、 あえてビザを取得せずとも日本人の場合、単なる観光ビザでも1回の入国で最長90日まで、年間180日までマレーシアに滞在することが可能です。海外でのビジネス、第2の生活拠点として魅力あるもう一つのマレーシアについてご案内をさせていただきたく、今回のウェビナ、ー、ぜひ皆様のご参加を賜りますよう心から願っております。それでは当日お会いいたしましょう。ありがとうございました。